にちは。こんにちは。私たち福岡発 2.5 次元愛されたいフィギュア系アイドル、せーの、ヒルドールです。ただいまゲームアプリ燃えろプロ野球ホームラン競争 SP にて、本日5月23日かな、6月5日まで第1回ギルドール杯が開催されています。イエーイ。はい、優勝されました。累計部門では早見楓、連続部門ではアミュッピー、そしてドラッド部門では神田美月さんが4周年バージョンとして景品でゲットできちゃいます。イエーイ。そしてチェルシとシオリンとユーリスがなんとドラフトでゲットできます。おー、初登場ですね、3人はね。はい、そしてなんとなんとですね、その景品に加えまして、累計部門で私に早見楓に勝ちますと、今もドラフトでゲットできます。しかしとってもレアな、通称ですね、中村明が好きで好きでしょうがないバージョンの早見楓を皆さん、私に勝った人にはゲットできます。イエイ。というわけで、そう、ナイさんの勝負待ってますよ。ゲットしてね。ゲットしてね。はい。でですね、5月29日はギルド4周年記念ワンマンライブが天神スカライスパショーにて行われます。こちら会場が13時、開演が14時となっております。私たち500人動員を目標としてますので、皆さん予約して遊びに来てください。楽しい一日にしましょう。はい、それでは皆さんでギルドール杯盛り上げていきましょう。みんな一緒に